車は国道58号線を北谷町方面から宜野湾市大山方面へ進行してます。はい、こんにちは。今回は海産物が食べたいなぁと思い、そこへ向かってます。場所は海産物食堂琉球、宜野湾市大山7丁目1350-81。詳細は概要欄にて。左側にステーキで有名なマイハウス。信号を右折します。車は道なり。ここを下っていくと目的地は近いです。こちらの海産物食堂は以前伝統撮影をしたことありますね。右コーナー過ぎると目的地は左。今回は店内で好きなものをいただきたいと思います。目的地は左側。それでは行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか楽しみです。よろしければチャンネル登録お願いします。ブルコンガロあんたは何食べる？見てからでいい？見てからでいい？ブルコンあるね。ブルコンあるね。ブルコンありますよ今日。ブルコンもあるし、大きいガーラのバター焼きもあります。まだブルコン食わないからや。ブルコンと？ブルコンと。はい、何ね？海鮮丼。海鮮丼。はい、ありがとうございます。現金だけ？現金もエディも何もかもです。何もかも。じゃあクイックペイでお願いします。はい、クイックペイで。海鮮丼グルクン定食あります。はい。お客様控えと、はい、豆腐になります。はい。はい、ありがとうございます。